判決によりますと三島市の35歳の職員は去年11月1日市内の交差点で横断歩道を渡っていた当時83歳の歩行者を車で跳ね死亡させました初公判で判決まで言い渡す即決裁判で行われ地裁沼津支部の野沢浩一裁判官は被害者には何の落ち度もなく責任は大きいが反省しているなどとして禁錮1年6ヶ月 執行猶予3年の判決を言い渡しましたこの職員は先月市から停職6ヶ月の処分を受けています